動画撮るの久々じゃん。確かにな、2人でちゃんと。いつも遠隔やったもんな。あ、ほんまやな、確かに。私カラコンいろいろ買ったからさ、え、毎日いろんな荒川楽しんでや。なんなんそれ、まんまるの顔でにっこりやないのよ。分かったんや、私分かった。それ普段が何よ、まず普段が、うん、ルベール、マーメラベール、あ、ラベールマーメドアクアやねんけど、ちょっとなかったから、まあいろいろ、まあこれはまあいろいろ試しながらね。おまあ今日も時間があんまないからさ、はい、ごめん、いつもやるの忘れた、せーの。いろんな動画がこの世の中でいろいろあるっていう中でこの動画を選んでくれてありがとう。じゃあそれでは行きましょう、お疲れサンライズピー。それやったことないって。ちょっと何、ちょっと長いって、余韻までも。 YouTube の挨拶ちょっとやったことないやん。いろんな動画ある中で、いや見てくれて、今えげつないぐらい動画ある。山ほどあるよ、何百、もう何千とかあるから。それをさ、こんな世の中の端っこの二人が見てくれてさ感謝しかなくない？いや感謝やけど、こんな開いたと思ったら動画撮るの久々やな。お前らが動画撮るの久々かどうかは別に興味ねえわ。なんなんそのセリフツッコミ、自分でボケてる。全部もう一人でやっていくわ。まあそれを全部な。お久しぶりに何、ちょっと恋愛のやつ聞いたから。おお、で時間あんまないからさ、はいはいはい、何個かだけ、ここぐらいかな。気になる。いきます、はい。彼氏とお揃いスニーカーを買って、うん、素敵、ウキウキです。荒川ちゃんはどんなお揃いが好きですか？わあ、私お揃い大好き。もう大好き。もうお揃い、もう全部お揃いがいいって感じ。全部？うん、それぐらい。え、全身も OK？Okay、いらんな、その、まあ、たっぷり食べて、okay、え、スニーカーとかめっちゃいいやん。いいよな、なんかワンポイントもいいよな。私はがっつりトレーナーとか、あーいいね、で歩きたいけど、マジ。私帽子とかもいいかも、ワンアイテムが好きかも。帽子ってでも結構目立たん。 でもなんか服の系統ちゃうけどさ、なんか帽子1個入れることによってさ、ファッション変わってくるやん、うんうん、みんなさ合わせんので、私ボーイッシュ系やから、うん、ちょっと服の系統ちゃうけど、ほんまはなんか、ね、ワンピース着て帽子みたいにしてる。なるほど、はいはいはい。だけどその共通の部分が一個だけ、お互いファッション違うけど、違くてもそこだけなんか合わせるみたいなのが憧れるかも。お前楽しむな。肩パンすごいな。おんも久々されたわ、肩パンとか。ずっしり着たよ。あんまそれないから。それで話入ってけんが、入ってけんね。肩パン強っ、おんもってなった、そっちが。確かにそんな感じ。私はなんぼ、うん、どれでも全身でも OK ってことやな。そういいな、靴とかやりたいわ。警察学校の彼氏できたけど土日しか連絡取れんのつらい。え、それき、え、学校的にどう？そうなの。うわー、え、土日も連絡取れるやん、そんな素敵な彼と。って思うけど、ポジティブやな。警察学校、警察学校、イエイイエイイエイって月から金過ごして、で土日じゃなくて月から金、そのテンションで過ごす彼女嫌やねんけど。警察学校、警察学校の彼氏ね、あの月から金頑張るやん、うん、で土日は彼氏と連絡取れるやん、でまた月曜に警察学校、警察学校頑張って日本をよろしくお願いしますって。彼女が心配になるわ。一回捕まえた方がいいやろ、その彼女。警察学校だけに。まあでも素敵やん、確かに。土日は連絡取れるやんって思うのめっちゃいいな。ほんま？ポジティブやった？うん、私はちょっと、うわー、土日しかって思っちゃったね、一瞬で。だってさ、連絡取れるかもしれないのに全然帰ってけえへんとかの方がどんだけ辛いかと思う。確かにそうやな。それめっちゃそうやわ。何しに無視してんこいつみたいな人。何しにこんな無視してんみたいなやつおるやん。おるおるおる。意味わからんすぎるやん。今の時代その SNS とかで動きバレたりもするしな。そう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 。ツイートしててとか。うわ、いいですね、頼もしい彼氏やな。結婚したすぎる、相手いない、頑張る、わかる、私も頑張る。以上、励まし合いみたいな、頑張る。やっぱみんな結婚したいってなんねんな。ハルさんはいないんです、そういうのね。
結婚したいみたいな、一切ない。あ、そうですか。じゃあ冷めるわ、盛り下がるんやこれ。いや別に全然、いやめっちゃ幸せ、そのそう思わんっていうのめっちゃ幸せじゃない。でもあーでもそういうのよくしたいと思える人がさ、できたら多分思うんやろうけど、うん、その今いいから今は全くだ、思いたい逆に結婚したい。うん、じゃあ春レッドブル飲むのやめて、2人でレッドブル飲んでるってバレるから。じゃあ私前半で飲んでたから、無言の時にカットできるように飲んでたから選んでるとこで好き見て飲んでた、好き見て飲んでた。好きな人がいて、うん、俺のこと好きなのって言われました。いいな、好きバレってやつじゃん。でも言ってくれってすごいよな。うん、確かに言われへんな。え、うんって言ったんかな。いや、なんか理想はさ、うん、うん、みたいな。あー、分かる、かわいい、ちょっとやめてよ、みたいなことやけどさ、うん、ほんまやったらさ、好きな人がさ、俺のこと好きなんで俺ってはっ違うしってなりそうだよね。それは、一気に冷めるわ。ほんまやったらなりそうじゃない。確かに、リアルはそうやな。なんかそのドラマとかみたいな、うん、とか言われるな。やめてよ、とか言うけどさ、違うし、はっ意味やん、もうほぼみたいになってまいそうじゃない。確かに生で言われたらそうなるな。春はどうなる。あ、私やったらどうやろ。そんなわけあるかとか突っ込んじゃう。うわー、ごめんけど私より100万枚キモい。何がなん、そんなわけあるかとか言ってる。あるわとか、あほゆえとか言っちゃうかもしれない。私やったら無理すぎる。あほゆえの方がどんだけキモいか気づいてる。いやでももう照れ隠しがそれしかないな。突っ込んじゃうかも。確かに現実は多分私やったらそうなってもらうかも。ほんまどうしたんか気になるよな、その、うん、気になる。思い切って捨てたシェフがわざわざ職場に会いに来た。来んな普通になんで来た。え、マジで来んなっていう感じや。いやそうやな、職場にやろ。しかもだからさ、私らのライブ見に来るとさ、うん、また全然違うやん。全然違う。ライブでも、え？うわ、え？ってなる、うん、なるなるとしても、うん、好き好き同士やったんかな。そういうセーフっていう、うん、お言葉ですね。ありがとうございます。好き好き同士ではなかったんかな。なんていうの、そう、なんか多少の情はあるけどみたいなのもあるやん。なんかはい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 、なんかその愛の密度みたいなのあるやん、うんうん、完璧に割り切ってる大人の人もいるやろうし。でも思い切ってって言ってるからできるでしょ。あ、そうか、思い切ってって言ってるもんな。もう次にさ、で誰々さんいますか。で、なんか誰々呼んでるけど来ていいかいつって会いに行ったら、そうやったパターン。分かんない。それかまあ、もし販売系やったら来るとか。あ、可能性もあるよな。普通に来んなしやな、こればっかりは。そうやな、仕事はちょっとな、また別やもんな。別やもんな。すごいな、みんないろいろ経験してんな。片思いの人にもうちょっとメイク薄くした方が可愛いと思うよって全員で言われたらやめる。あー、どうすんの。え、私、うん、むっちゃ好きな人やんな。めっちゃ好きな人がメイクした方が可愛いと思うよって言われたら、うん、シャラッ。あれめっちゃ好きよ。ちょっとなんで英語しかも。おだまりってなる。好きじゃなくなるっていう。あ、もうそれはもうまんま愛してほしいやったら。え、当たり前に。だって両方の私好きじゃないのって怖い。うん。え、怖いんですか。え、なんで両方の私好きじゃないのって思うこと怖くなるだけ。あ、なんで何するにも私を好きじゃないと、やっぱね、私何しても可愛いって言ってくれたりとか。私が表現することとか全部素敵って言ってくれるから好きになるっていうのがあるから。え、じゃ薄いメイクも俺めっちゃ可愛いと思うんだけど、今日のデート薄いメイクで行ってくれへんわ。なんで。じゃあいいよ、じゃ今日は薄いメイクで来てみた、うん、めっちゃ可愛いもん。あー、なるほどね。あらかたこう来た時に可愛いから、私が薄いメイクで行きたかったら行ったらええやん。うん、まあまあそれはそうか。私が濃いメイクしたかったら濃いメイクしたらええやん。うん、まあまあそうやな。こっちで言う男性に半ズボンより長ズボンの方がいいよってこと。え、誰が話してる。
女性側がさ男性側に言うメイクと同じ例えってどんなんやろと思って。あヘアセットとか。あそうちゃん春は、うん、もうちょっとメイクする方がいいよって言われたら、いやこれ以上どないしたらええのって聞くよ。そらこれ以上どないしたらよろしいのって聞く一旦。えじゃ春さ、うん、メイク濃すぎるよ、もっと薄い方がいい。これ以上どないしたらよろしいのって聞くよ。まずそのもう落として落としてやってんのよこっちは。ほぼむき出し状態でやってんのに逆に心配になるな。さ逆逆じゃあ濃くした方がいいよとかさ。あーでもちょっと頑張ってみるわっていう練習とか、私の場合はさ荒川みたいにメイクのいろいろなんかアイライン引いてとかやってるわけじゃないから、ちょっとはじゃあなんか私もやってみるわってなるかも。あ自分の好きなメイクみたいなのがないからさ。なるほどなるほど。そうそうそう、それはちょっとじゃあえ春ギャルメイクした方がいいよとか。えギャルメイクし、あピンポイントで言われてること、このメイクとか、うん、そうそう、俺ギャルメイク好きなんだよね、春ギャルメイクしてよとか。うわそれは断ってまうかもな、みたいなことちゃう。あそうか、絶対ギャルメイク似合うしどっちの方が可愛いでとか。あ嫌やね、確かに。むき出しでいくわそのまんまで私はそれ言われてるデートで。オッケーオッケー、じゃあ前日に明日ギャルメイクで来てよ。うん、オッケーオッケー、じゃあね、おはよう。むき出しで行こう。もうこれよまんまで行くな、腹立つから。顔面正規な、何がやねん、お前誰がやねん。初めて聞いたんですけど、そんなヤジの悪口。いや、顔面正規ええわけないやん。やってよろ、イエイって言うわけないやん。めちゃくちゃやん。ちょ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 、からもう終わり、もう、はい、もう、もう、こんな言葉を言ってしまったら終わりでーす。